けてくれ。エニグマ、駆動。行きます。速攻。うっせ。それ。頑張れ。ありがとう。私のここ。任せてくれ。敵集団続けてきます。俺の番だな。よし、えいっと。さてそこ。かけるぞ。やっと。さてと、はい。よかった。えいと。よっしゃ、畳かけるぞ。えいは。任せて、そこ。よっしゃ。ずい。はっ、任せて。やっ、俺の番だな。せっ、やっ、
迎撃完了。みんな先に進もう。行くよ。
っしゃ。守りたいこのクロスベルを。みんなチャンスよ。そこ俺の番だな。ツイッ行くぜ。はっ100年早い。一気に行くぞ。せいじゃ。守りたいこのクロスベルを。行くぞ。
かな。どこに行きますか。お安いご用です。行くぜ。よし。やあ。俺の番だな。はっ。そこ。みんな、怪我はない？敵発見！一気に決めるぞ。俺の番だ。私の番ね。よし。やろう。
返しよう。任せて。やっ、よし、やっと。俺の番だ。やっと。行くぞ。せい。はい。ありそうじゃねえか。私の番ですね。
行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。
俺の番だな。俺の番だな。やっ、やっ。その程度じゃ俺たちは止められない。やっ、やっ。よし、やっ、でやっ。ええ、そこ。あたしの番ですね。はっ。任せて、やっ。やっ。いくぞ。せい、はっ。みんな、大丈夫か。Yeah!
行くぞ。任せて。そこ。僕の番か。ちっ。任せとけ。行きます。は。俺の番だね。任せて。そこ。さ、先を急ぎましょう。終わらせるぞ。任せろ。私の番だ。はい。やあ。なんとかなりましたね。かけるぞ。私の番ね。そこ。
行くぜ。はっ。ええ、ここ。守りたい、このクロスベルを。
まあ、こんなもんかね。全力で行かせてもらいます。上等だぜ。そこだ。そこ。任せてくれ。せいや。俺の番だな。えいっと。はい、はっ。私の番ね。
お返しよ。任せてくれ。立てた。よーし。はっ。僕の番か。任せとけ。行くぞ。せっ。は。私の番ね。ごめんなさい。先に行くわね。セシルね、いきなり会えたな。お帰りなさい、ロイド。エリーさん、ランディ君やノエルさんも、みんな元気にしてたかしら。ご無沙汰してます。お久しぶりっす、セシルさん。本当に久しぶりですね。私とは教団事件で病院が襲撃された時にお会いして以来でしたっけ。この人が噂のお姉さんかい。あら、見かけない子もいるみたいだけど、もしかしてノエルさんと。そういうことになるかな。僕はワジヘミスフィア。今後ともよろしくお願いするよ。よろしくね。それじゃあ私の方も。このウルスラ病院に勤める看護師のセシル・ノイエスです。私の可愛い弟のロイド、どうかよろしくお願いしますね。セシルねえってば、厳密には兄弟じゃないだろう。
わけじゃ。それにしてもラジ君もノエルさんも。ロイド、そろそろお付き合いする相手は誰か決まった。お付き合い？セシルね、前にも言ったけど支援家はそういうのじゃ。そうよね、私としたこと。今この場にティオちゃんがいないのにそういう話をするのも不公平よね。ティオちゃんが帰ってきてからゆっくりとパートナーを選んで。だからなんでそうなるんだよ。なんだかセシルさんを見ると安心するわね。おお、天然ぶりも健在みたいだしな。突っ込む側の身にもなってくれ。それにしてもそんなに長い間離れていないのに、ちょうど私も休憩時間なの。よかったら一緒にお茶でもどうかしら。それじゃあせっかくだし、みんなお言葉に甘えさせてもらおうか。はい、ご一緒させていただきます。それじゃあティオちゃんはもう少しの間帰っ。ああ、いろいろと忙しいみたいでさ、きっと今頃レマン自治州で頑張ってるんじゃないかな。そっか、それじゃあ会えるのが楽しみね。帰ってきたらいろいろと土産話を聞かせてもらえないか。ティオもきっとセシロ姉に会えたら喜ぶと思う。なんだよ二人と。いや噂には聞いてましたけど。なかなか間に入れなくてちょっと焼けるね。あのなこいつはこれだからよ。普通こんなお姉さんと子供の頃から知り合いってだけでもとんだらき野郎だっつのに。本当その通りね。それを当然だと思ってたらいつか罰が当たるわよ。意味わかんないから。そういえばつい話し込んじゃったけど、今日は何の用で病院に来たんだったかしら。そうだった。実はセイランド教授っていう人から支援。確か薬学神経科の後任の方が来られたんでしたね。ええ、そうなの。ヨアヒム先生が得体の知れない薬を作っていたことが公表されて病院は一時騒然としていたわ。教授たちはしばらく仕事の傍らアフターケアに奔走していたけど、最近になってようやく患者さんの信頼を取り戻せてきたの。そりゃ大変だったっすね。おかげさまで、あの事件の傷跡も癒えてきて、ようやくウルスラ病院が新しい一歩を踏み出したわ。その一環として新しくレミフェリアから呼ばれたのが、あの有名な医療機器メーカーセイランド社の関係者ですね。ええ、創業者の親戚筋にあたるはずよ。女性の方なんだけど雰囲気が凛としていてとってもかっこいいんだから。おお、ジョイ先生っすか。こりゃ期待大だぜ。雰囲気はともかく。なるほど、今度は身元もバッチリ保証されて。うん、教授というからには腕も確かなのかな。レミフィリアでも有名な薬学神経科の研究者みたい。ついこの間も重い病気で入院していたミハイル君の手術を見事に成功させたのよ。今はしずくちゃんの手術に向けて準備を進めているのよね。しずくちゃんの。そうか、確かにすごい先生みたいだね。そのセイランド教授だけど今どこにいるかわかるかな。ええ、大抵研究棟の研究室にこもってるわ。受付でセラさんに言えば取り継いでもらえると思う。せっかくだからそこまで一緒に行きましょう。ああ、助かるよ。はい、はい、そうです。
教授にも確認が取れました。すぐに研究棟の部屋に来るようにとのことです。ありがとう、セラさん。助かります。それじゃあみんな休憩もそろそろ終わるし、ああいろいろありがとう。お世話になりました。どういたしまして。それじゃあこれからもいろいろと大変だと思うけど。ああ新しいやつだな、お前は。頑張ってね、ロイド。だってよ。だってよ。別にハートマークはついてなかっただろう。そんなことを言って、少し残念な噂の熱いハグも今回は見られなかったみたいだし。ああ、そういえば。さっさと教授のところに行こう。研究棟は病院の屋上から。薬が…やれやれ、勢いでごまかしちまってまこれだからからかいがい…聞こえてるぞ、そこ。すみません、失礼します。特務支援課の者ですが。入りたまえ。うん、ようやく来たようだな。予想していた時刻より約2分オーバーだが、まあ優秀と言ってよさそうだ。なんだかおっかなそうだが、美人には違いないな。まあとりあえずこっちに来てくれ。この距離では話がしにくいのだな。そうですね。あなたがセイランド教授ですね。グノーシスの成分の分析結果。悪いわ。その前に頼みたいことがあるの。君たちにはまずそちらを先に片付けてもらいたいのだ。依頼に出されていた件だね。グノーシスの分析結果を渡してもらってからでは。今回の分析結果にも関わるから先に片付けて。というのもグノーシスの被害に遭った患者たちに。なるほど、わかりました。先にそっち依頼内容をお聞かせ願えますか。うん、君たちに頼みたいのは問診票の回収だ。例の教団事件の後、病院はグノーシス被害者のアフターケアに力を注いだ。ほとんどの患者の処置は一通り終わったのだが、最後に書いてもらった問診票を何名かの患者。なるほど、確かに分析結果にも。うん、迅速にお願いしたい。問診票が返ってきてない患者たちは3名だ。まずクロスベル市旧市街に住む少年リーヌ。次に劇団アルカンシェルのアーティストニコル。そしてクロスベル警備隊ベルガードモン勤務の隊員クレス。以上の患者に事情を話し問診票を回収してきてほしい。なるほど、知った名前ばかりみたい。旧市街とアルカンシェルの2人は街で探せばすぐ見つかるだろう。ああ、早速行ってみるとし。ではよろしく頼んだぞ。回収が終わったらもう一度ここに。その時グノーシスの分析結果について。
か？どこに行きますか？お安いご用です。クレス先輩、リハビリ訓練は終わったって、問診票、あーすっかりよ、ちょっと待ってね、確かここに、ほい、これだろ、はい、確かに、いやー悪いね、わざわざ取りに来てもらっちゃって、最近幸せすぎてすっかり忘れちゃ、幸せ、そう、つまり俺とステラちゃんのラブラブな、よーしロイド、そろそろ行くとするな、ま、もく、だ、だな、な、おい、こら、聞いてくれないのかよすみません、到着しました。
おや、君たちは。こんにちは、ニコルさん。ちょっとお尋ねしたいんですが。ああ、最近練習が楽しくて、ちょっと待っててくれ。はい。はい。その様子だと、薬の影響もほとんど残ってないみたいですね。ああ、今思えば、なんであの薬なんかに手を出しちゃったの。確かにあの時は自分の才能のなさに腐ってた。そういう心の隙間に狡猾につけ込んでくるのが、ま、それが自覚できたってことは。ああ、これからはアルカンシェルのために一層精進していくつもりさ。舞台楽しみにしてますね。話をさせて。問診票ってな、ウルスラ病院に通ってた頃に渡す。なんだ、忘れてたわけ。はっ、薬の影響なんかもう全然残って。それなのにわざわざ病院に行くなんて。ディーノ君、自己判断は良くないわ。万が一にも症状が残ってたらバイカーのみんなにも迷惑をかけて。確かにそうだけど。ああ、もうわかっ、どっかにしまってたから。ほら、ああ、ありがとう。はっ、ほら、さっさと。わ、邪魔したね。これで全ての問診票を回収しよう。早速。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。戻ってきたか。予想時刻より約5分オーバーだが。やっぱりおっかね。問診票の回収が終わりました。逆だ。問診票を見た限りでは後遺症などもないようだ。これでひとまずグノーシス服用者全員の治療が完了したことになる。ご苦労だったな。そなかなか手間だったけど、お役に立てて光栄だね。では早速だが、グノーシスの分析結果を君たち少々付き合ってもらおうか。あ、
グノーシスを徹底的に分析した結果、まず第一に、グノーシスには脳のリミッターを強制的に外す効果があることが分かる。脳のリミッターというと、そもそも人間というものは本来持っている身体能力の半分も使えないとされている。体への負担を減らすため、脳が引き出せる能力に無意識の制限をかけるからだ。このリミッターを意図的に解除することがもし可能なら、理論上その個人が持つ限界までの能力を発揮できるようになるはずだ。つまりグノーシスとは、単に筋力を強化する薬ではなく、普段は使われていない潜在能力を強引に引き出す薬というわけだね。その通り。無論、無意識にかかっていたリミッターを外せば、体への負担は相当なものだがな。確かに、教団事件の後、警備隊の奴らは相当疲弊してたみたいだからな。しばらくは指一本動かすのもきついありさまだったようだし、ま、みっちりリハビリ訓練をやったおかげで、ようやく勘を取り戻せたみてえだな。はい、そうみたいですね。勘といえば、高まった月と勘を頼りにギャンブルで連勝していた人もいましたね。それと同時に性格や言動が豹変したようでしたが、それらもグノーシスが脳のリミッターを外しているからで、うん、そう考えていい。この薬には五感の働きを飛躍的に高める作用も確認されているからな。副作用として神経質になり、情緒不安定な状態になることも分かっている。それが凶暴な性格への変化につながるのだろう。なるほど。確かに一通り説明がつきそうですね。だが、あくまで性科学的に説明できるのはここまで。いくつかの効能については非科学的としか言いようがない。具体的には、先ほども話に出た月を呼び込むという効能、そして君たちも何度か目撃したというデモナイズという肉体変異現象だ。そいつが魔人化を引き起こすのは赤いタイプのグノーシス。やはり青いタイプのものとは異なる成分だったわけですか。それなんだが、実は青いタイプのグノーシスも赤いタイプのグノーシスも成分的には何ら変わりはない。少なくとも生化学的にはな。そうなんですか。ああ、あの色の違いは生成時の処理の差によるものだ。主成分に何ら違いはないし、分子構造もほぼ一致しているにもかかわらず、赤いタイプは肉体変異などという説明不可能な現象を引き起こしている。正直、魔人化というのが君たちが恐怖のあまり見た幻覚と考えるのが一番しっくりくるくらいだ。いや、そいつはさすがに。アーネスト秘書の魔人化は私も目撃していますし。わかっている。だからここまでが限界なんだ。グノーシスという薬物の正体を生化学という分野からのみで解き明かすという。なるほど。最先端の近代医療の担い手にしては随分殊勝な意見だね。近代医療は万能ではないさ。こと心と魂の問題については、そしてグノーシスはおそらくそれらと肉体を共鳴させるような何らかの働きを秘めているんだろう。多分ヨアヒムもグノーシスの全貌はつかめていなかったに、教団に伝わっていた秘技をもとに試行錯誤しながら完成させ、量産化に成功しただけのはずだ。確かにそのようなことを本人も認め、ああ、各地で行われた儀式のデータをもとに試行錯誤しながら完成させたと言っていた。うん、やはりそうか。奴は有能で熱意もあったが、天才というほどずば抜けた発想の持ち主ではなかった。それが悪い方に出てしまったか。ひょっとしてあのヨアヒムと
個人的な知り合いだったりするんすか？ああ、やつがレミフェリアの医科大学で学んでいた頃の同輩さ。卒業してからは会っていなかったが、たまに最新の研究成果などについて手紙でやり取りはしていた。だがまさかこのような形で医の技術を悪用し自らの身まで滅ぼすことになるとは。教授、お察しします。いや、くせんないこと言った。いずれにせよ、私から報告できるのはここまでだ。グノーシスの真相に迫るには別のアプローチが必要になるだろう。これは完全に私の勘だが、グノーシスの原料であるというフレロマスをなる植物の特質が鍵になるのではないかと思う。フレロマソ、教団のデータベースに記されていた名前ですね。しかし、結局どんな植物でどこから手に入れていたのかも分かってねえんだよな。ああ、私も知り合いの植物学者などに当たってみたが、該当するものは見つからなかった。教団にのみ伝わっていた新種か、それとも。いずれにせよ、薬の効能を考えるとその植物もありえない性質を持っているのではないかと推測できる。ありえない性質ですか？なんだかオカルティックで面白くなってきたじゃないか。スイランド教授、どうもありがとう。おかげで今まで漠然としていたことがある程度整理できた気がします。そうか、ならばよかった。グノーシスの成分調査についてはこちらでは一旦打ち切るが、また何か分かったことがあれば遠慮なく尋ねてくるがいい。あくまで医者の立場からでよければ意見くらいは言わせてもらおう。ミシェルさん、どうしたんですか？一発でわかるなんて。それとも愛のなせる技かしら？いえ、ミシェルさん以外に該当者が思いつかなかっただけで、ひょっとしてそちらに伺っ、それなんだ。あの子、しずくちゃんを連れて公安区に遊びに行っちゃったわ。サイトだったかしら？あの警察犬が一緒だったから大丈夫だとは思うんだけど。ああ、ザイトが一緒なら何の心配も。あら、やっぱり話は聞いていたけど、彼すっご
さすが伝説の神童と言われてるだけはあるじゃない。さすがに伝説の狼とは。わざわざそのこちらが問題なんだけど、実はアリオスがあなたたちと情報交換がしたいらしい。夕方くらいに戻ってくるんだけど。夕方ですか。それだったら情報交換ということはやはり通商会議について。それもあるけど、ヘイユエと赤い星座に関してね。一通り用事を済ませたらそちらに伺います。ええ、待ってるわ。遊撃士協会のミシェルさん、何かあったのかよ。いや、情報交換のも。ヘイユエと赤い星座か。確かにアリオスのおっさんなら自治州外の情報にも詳しそうだな。渡りに船かもしれない。それじゃあ今からクロスベル市に戻るのか。いや、アリオスさんが戻ってくるのは夕方らしい。それまではこちらの用事を済ませていても大丈夫だ。赤い星座の情報もせっかく車があるからいろいろ回ってみても良さそうね。それでは用事を済ませたら東通りのギルドに行きましょう。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ行くぞ。よし、着いたぞ。お疲れ様。